はい、こんにちは、ライムです。ということで今回の動画は、明日からついに最後の追い込みが始まる、スーパーテンリンゲットウィークが始まる、最後の追い込みかけてガシガシレアアイテムと交換していこう。はい、ということで皆さん、エバクラ楽しんでますか？モンハンコラボもいよいよね、来週ラストウィークになってくるかなって思うんですけど、皆さんどうですか、天輪の集め具合。これね、まあ天輪のゲットの仕方についてはね、まあ、過去の動画とかもさすがに皆さんお分かりかなと思うんですけど、来週からね、一応期間中一番天輪が集まりやすくなるくなるんですよね。日本語おかしかったけど一番集まりやすくなるんで、それをちょっとね、事前にお話ししていこうかなと思うんですけど、基本的に天輪のゲットの仕方、皆さんお分かりの通り、レウスか銀レウスの頭部の破壊、データ破壊で低確率で出るのと、あと基本報酬にも入ってます天輪。実は超低確率だけどね、多分ね、まさ多分ガチで原作と同じぐらいの確率なんじゃないかなと思う。 2% とか 3% とか、多分そんなもんだと思うんだけど、一応基本報酬にも入ってたりするけど、基本的にはまあデータ破壊してまあ稼ぐっていうのがまあ基本になってくるかなと思うんです。でその中でこのデータ破壊以外にも入手する方法ありますよね。それがチョコボ遠征ね。これで皆さん毎日それなりの数稼げてるかなと思うんですけど、ちょっと僕も今回収してみるか、結構溜まってる。さあ持ってくるか、もう持ってきた。そう、これ低確率でチョコボ遠征でも持ってくる、ああいいね、持ってくる場合があるんですよ。でこれはもちろんレアアイテム扱いになっているので、チョコボのねレアドロップ率、レアドロップ率がレアアイテム率だっけ、あレアドロップ率であったよね。レアドロップ率をなるべく高くして、天輪その他ねレアアイテムが出やすい状態にして周回させるっていうのが、まあ、基本中の基本になってくるわけですが、これがですね、来週最後のね週でレアドロップ率が 20% アップするっていうキャンペーンが開催されるんだよね。これモンハンコラボの一番最初の時に言ったと思うんだけど、これチョコボ遠征ブーストキャンペーン、6月24日の11時から7月の1日の10時59分まで1週間開催されます。これがチョコボ遠征した際のレアドロップ率が 20% 増加ということになっているんで、これをこの期間中に何が言いたいかっていうと、あのアイテム使ってねってこと。チョコボブースター、チョコブースターだっけ、チョコブースターをいっぱい使ってねっていう、このために最初の週に貯めておいてねっていう話をしたと思うんですよ。これだ、チョコブースター、これをね、そう来週全部使い果たすのが、毎日99個ずつ使うのがベスト。これ1日に使う量決まってるからね。1日99個までしか使えないので、だからまあどんだけ使ってもまあ約700個しか使えませんけど、700個を全てこれに当てるとそれなりの天輪ゲットできるよね。なかなかの数の天輪ゲットできると思うので、これは絶対皆さん必ずやろうねっていう意味で、まあある意味ある意味っていうか、絶対このモンハンコラボ始まって以来の一番天輪稼げる追い込みウィークということになってるんで、めちゃめちゃ今からでもね、チョコボしっかりしたやつ、レアアイテム率高いチョコボゲットしてやっていきましょう。ゴミしか出ねえっていうことで、あともう一つね、天輪欲しい方は、まあスタミナないけどどうしても天輪欲しいっていう方は、一応方法があって、マラソンできるやつ、スタミナゼロでマラソンできるやつがあって、それがですね、このマスタークラス1とかこの辺のクエストのやつだね。
これ実は報酬ドロップしないかと思いきや、データ破壊はごくごく低確率で実は落ちるんだよね。これ試しに一回やってみるか。多分落ちないと思うけど多分普通のやつと確率同じぐらいなのかな。何も報酬出ないんだけど、データ破壊以外は本当に多分数パーセントの確率なのかな。 10% くらいあんのかな。データ破壊低確率で落ちるので、あ、これちなみにごめんな、これ周回編成用じゃないからちょっと時間かかっちゃってるけど、これあれなんだよね、あの普通のボーナス意識した編成でやっちゃってるから、多分これガチガチのなんかこのマスタークラス周回用のパーティー組んであげればもっと早くいけると思うんだよね。あ、落ちねえ動画撮ってるからなんか奇跡的にドロップとかすればよかったのに落ちないわ。まあそう、確率はもちろん低いんだけど、一応これデータ破壊ちゃんとすればちゃんとここね落ちるんだよね、なってるから。なんか時間があってでもスタミナがないみたいな方はなんかのテレビとか、それこそ僕の動画でもいいけど、なんか動画見ながらでもなんか片手間に周回してれば多分天輪それなりに稼げると思うんで、1週間まだ9日あんのか、具体的にはまだね。なんでそういった方法で天輪を稼ぐっていう手段も全然ありかなって思います。まあ、僕だったら例えばね、動画の編集中とかにちょっとオートでポチポチするみたいなことぐらいはできるかなとは思うんですけど、はい。で今回ね、まあ、特に今までのイベントスルーしてきた今回の新規勢の方なんかは、イベントガチャチケットもね今週から交換できるようになっているんで、結構配布武器強いゲームだからさ、意外とこのゲームって配布武器めっちゃ重要なので、で復刻手段ってか手にする方法、過去の配布武器手にする手段がもうこのイベント武器ガチャチケットしか存在しませんので、まあ、特に今月から始めたよっていう新規勢の方なんかはね、結構頑張った方がいいんじゃないかなっていうことがあります。あと武器強化素材ボックスもこれさ結構豪華になってるんで、うん、これもですねしっかりやった方がいいですよね。なんかまあミスリーの確率めちゃくちゃ低いけどね、ミスリーの確率めっちゃ低いけど、であとさ、これスタミナ回復薬さ1個ってなってるじゃん、これ10個もらえるよね。これ何気にスタミナ回復薬結構くれるよね、意外と。まあ、ちょっと余談になっちゃうんだけどさ、ほらこのさ受け取りに切れなかったこのスタミナ剤って全部さ、あのボックス、アイテム素材ボックスからゲットしたやつなんだけど、あれ1個じゃないよね、表記ミスなのか何なのか分かんないんだけど、例えばまあスタミナ回復スタミナ剤1つあげるよみたいな、1つっていうかスタミナ剤をあげるよってただのサンプルとしての画像なのか分かんないけど、これ10個単位だよね、これビビった。意外とうまかったりするよね。まあそのために周回するのが効率いいのがともかくね、効率はいいがともかく、まあ一応他の素材もゲットできるっていうことを考えたら、他に何もやることないよって人は、もうリヴァイアさんの周回とか、あと、芝か。芝のノーブルメモリーとかの周回終わった人は、とにかくモンハンコラボ周回。で、まあこの辺の素材とかね、まあ、天輪とか集めていくっていう作業になってくると思うんで。はい。ということで、まだまだね、モンハンコラボ熱い。熱いというか、まあこういうやり込み要素残ってるっていうのも、モンハンコラボらしいっちゃらしい。結局天輪をゲットするためにひたすら周回するっていうのが、まあ、天輪に限らずレアアイテム周回するっていうのがモンスターハンターだからね。はい、ということで、まだまだね続きますが楽しんでいきましょう。また、これに限らずですね、なんかエバクラでリクエスト、こういうことやってほしいとか、こういう動画撮ってほしいとかあれば、リクエストどしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いします。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。